結局すぐやる人がすべてを手に入れる。あ、いいっすね、これ。行動する人だけが人生を変えられる。そりゃそうじゃん。いや、これ、これあれだな。改めて考えたら面白いな。行動ゼロだったらさ、人生変わりようないからさ。行動する人だけが人生を変えられるってもう、飯を食う人だけが飯を食えるぐらいのことしか言ってないですよね。えー、あー、すごい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 。すごい、この本、目次がいいですよ。ここに行動できない人はほにゃらら、行動できない人はほにゃららら、行動できない人はほにゃらららってもうね、目を引く目次ですよね。 その後も10秒で行動する人の思考法っていうチャプターは全部10秒で行動する人はにゃららら10秒で行動する人はほにゃらららっていうのが並んでますね。んんこれ新しいな。大切なのはすぐに行動しすぎないということって教え出てきた。どっち解決策は複数あるから、安易に一つにのやつを決めない方がいいよ。<laughs> いやまあそうなんだけどさ、それはまあそうなんだけど、最初に浮かんだからええやんだって行動するやついないだろう。 まあでもあれか。結局すぐやる人がすべてを手に入れるっていうあの大冗談に構えちゃったから、これをめっちゃ真に受けて、もう何もかもパッと浮かんだ、0.1秒で浮かんだ解決策を全部やりますっていう人がいると困るから、釘を刺してんですね、ここではね。知識、情報に頼るって書いてあって、その後、スキル、ノウハウに頼るって書いてあるの。一緒。全然民衆ーーな分割じゃないんだよね。うわぁ、気持ち悪い気持ち悪いもう、こういうの気にならんのこういうペラペラのビジネス読んでるやつ。 えー、行動できない人は3つの不安でフリーズしちゃいますよと、過去、未来、現在のどれかにとらわれますよ。これは正確にミーシーな分類だけどさ。だから何 <laughs> 情報量ゼロだからさ。過去、現在、未来以外の時間軸を持っている人が書いたのかもしれない。ああ、ああ、なるほど。そうだわ。それ、いい発想ですね。そうそうだわ。6次元宇宙みたいな人は、確かに、そうかもね。 過去、現在、未来以外の何らかのそのねじれの位置関係にある時間みたいなものを認識できる可能性がある。ね。ああ、それいいな。いい発想ですね。なるほどね。著者6次元の住人だったんですね。だから、ちゃんと帯に書いといてほしいですよね。中、著者は6次元の住人です。3次元空間にお住まいの方はお気をつけくださいって書いといてほしいですね。 いやもうさまあそうだよねってことしか書いてないんだよなずっとプロセスエコノミー面白かったな今考えるとネットフリックスのやつ良かったもんな <laughs> ネットフリックスのプロセスエコノミーじゃないじゃんっていう話をプロセスエコノミーだと無理やり主張するの面白かったっすねまあそうだよねってならないからはい出ましたよ引用出ましたよパスカルは人間は考える足である <laughs> と言いましたもう最悪ですねこれ。引用クリシェですよね。パスカルが言った言葉といえばなんだ人間は考える足であるだからさ。それ引用するの良くないよね。うーんつまんねえな。<laughs> つまんねえなもう。今2冊目ですけどすでに飽きてきましたもんねこの企画。これやばいな。これ今カメラ回ってなかったらもう完全に飽きて酒飲み始めてますもんね。つまんねえな。はい出たよエジソンの引用。 エジソンは電球の素材フィラメントを発見するために無数の失敗をしましたしかし彼は電球に向かない素材を無数に発見したのだと捉えて一向にめげませんでしたもうね引用クリしてですねこれもねもうエジソンのエピソードといえばこれですよねああやばいその後出てきたのはあれですローマは一日にしてならず千里の道を一歩からですねもう小学校かここ小学校かマジでこれ大人が読んでんのこの本 ビビるな不安を解消する時は付箋に書く不戦万能説だよねだからねはい出た出たよーこれ10秒で行動すするる人は朝を大切にする <laughs> 全部のビジネス書に朝頑張れ」って書いてあんのなんかそういうルールみたいなあんのなんか日本ビジネス書コミッショナーみたいなとこがあって朝を褒めたたえなければ 出版は許さんみたいな。なんかそういう業界団体みたいなのあるんですかね公協みたいなのあるでしょ美事協みたいな。ビジネス書協同組合みたいなやつあるでしょ多分朝活してますみたいな人たちがやっぱこういう本読むから、そういう人に喜ばれることを書いてるんですよね。その成功するためのことっていうよりは、そういう人たちに喜ばれるためのことを書いてる。いいこと言ったな、俺。メモしとこう、これ。今、著者のプロフィール読んでるんですけど、株式会社ゴンマタス。代表取締役。あれですね。 えー、各種心理技法や武術、瞑想法、労働組合活動、文芸美術、音楽創作などの経験を統合し、気分と志座の転換を重視した独自の対話技法を確立って書いてありますよね。すごいね。武術、瞑想とかさ、文芸、美術、音楽とかまだわからんでもないけどさ、労働組合活動がここに入ってんの面白いですよね。<laughs> ローソでそでいろんなやってたのかな、この人はね。うん、もうこんなもんだね、この本は。